向井さん、佐藤さん、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。何ですか、この感じ。何ですか、これ。公開の。そうなんだよ、俺さ、福島であなたさ、もう絵に描いたようなプロデューサーの格好してるけどさ、普段そんな格好してないじゃん。いつも通りで。何がいつも通りだよ、初めてだよ、そんな格好見るの。ノーマルウェアで来てます。あれ、ね、ぶっ飛ばすぞ。何なんですか、この感じ。何言ってんだよ、うん、これをすれば大ヒットにつながるというプレゼンテーション、我々今、はい、これかい、はい、あ、それが今日この場で受けられると。なのにこんな髪のペラペラのこの髪は。ではどうぞ。お邪魔します。スーパーササダンゴマシンと申します。よろしくお願いします。スーパーササダンゴマシン。職業プレゼンテーションが得意なプロレスラー、そんな彼が映画ヒットの秘訣をプレゼン。それではちょっとプレゼンテーションの方を変えさせていただきます。映画ランマル神の舌を持つ男 PR プランのご提案についてです。スーパーササゴマシンです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。腰が低い、はい、はい、まずはじめちょっと自己紹介の方をさせていただきます。はい、私スーパーササダンゴマシンというプロレスラーです。はい、新潟市の東区というところに住んでおりまして、現在39歳2児の父でございます。あ、そうですね。はい、でプロレス活動の方はですね、DDT プロレスリングというところに所属しておりまして、こういった芸能活動はですね、松竹芸能さんに、はい、マネジメントの方をお願いしております。で私強みが、2点ございます。はい、1つ目がですね、垂直落下式リーマンショックというリーマンショック、リーマンショック、はい、そうです。リーマンショック級のダメージを相手に負わせるという、なるほど、必殺技ございます。必殺ですね、はい、確かにね。あともう一つがですね、こういったプレゼンテーションでございます。全然違います、はい、で大体こういう何なんですか、あなたは。大体このバイオレンスですね、暴力と暴力、やっぱこうインテリジェンス、知性で、はい、この2つがあるとですね、大体世の中の課題を解決できるということで、私気づいてしまいまして。なるほど、ただの畑違い、はい、知性と暴力です。知性と暴力があれば大体解決できるんです。でまずはじめですね、映画ランマル神の舌を持つ男とは何か、はい、簡単に2行で説明いたしますと、名将堤幸彦監督と名優向井理さんのタッグによる今世紀最大の温泉ギャグミステリー映画ということになっております。まあまあそうですね、はい、で、本作品の強み、3点にまとめてまいりました。はい、1つ目がオリジナリティあふれる作品世界。おっしゃる通りだね。はい、2点目が愛され体質度の高い登場人物たち。そして3つ目が公開前なのにもかかわらずすでに高い認知度。これなぜかと言いますと、つまりこれこういうことですよね。ドラマ版ではコアな堤作品のファンの心をしっかり掴むことに成功しているという。どうしたなんかちょっとなんか、まあ何回か見てこうね、味わいが出てくる作品ですもんね。そうですね、一回だけだとちょっとわからないところが、逃すところが、まあ、僕も意味は分かってないですしね。主役した向井さんがおっしゃるぐらいですか、はい、向井治が3回4回見てやっとやったっていう。もう内容知ってんのに、はい、内容知ってんのに、はい、謎解きも知ってんのに。すごい見てます、だから僕。そうだね、言ってたよね、はい、こんなに見返したドラマはないぐらい。作品もないぐらいで、本当やっと5、6回目でそういうことがあって。なるほどなるほどなるほど。ということはですよ、この映画が大ヒットするためにはより幅広い人たちにもこう楽しめる仕掛けが必要なんではないかというような課題が見えてまいります。なるほど、はい、そこで出てくるこの大ヒットのための仕掛け、うん、今大ヒットしてる映画は、うん、これすべからく、いや押しなべてですね、うん、こういった仕掛けをやってるんですよ、うん、それがこの応援上映という。へー、はい、なんだそれ。あ、向井さん応援上映っていうことは聞いたことって。知らない。あ、もう知らないな、マジで知らない。知らないです、はいはい、もちろん福島さんはご存知。はい、はい、最近、はい、もう最近知った、はい、で最近しました、はい、結構1年ぐらい前から昨年末ぐらいからちょっと話題になっておりまして、なんだこういってお客さんがですね、こういったペンライトとか、はいはいはい、なんならコスプレとかをして、はい、みんなでこう一緒に歌を歌ったり、うんうんうん、キャーキャー言いながら、うん、こう応援しながらこう映画を楽しむという見方が。それは何、上映中に。上映中なんですよ。うるさくないの、うん、それ。いやそれでも全員が声出す。 OK な回、 OK な回なんですよ。はあ、ね、なるほど。その回に限ってはもういくらこうあれしてもいいと、はあはあはあ、盛り上がっていいっていう。なので、まあ、それどういうことかというと、つまりこう観客参加型のこれ新しい映画の楽しみ方として今すごく注目されております。 なのでこの本作品もですね、うん、やっぱ応援上映をやった方がいいんじゃないかなっていうふうなちょっとご提案なんですよ。でもですよ、いまいち何を応援してたかわからない。なので私本作品で一番応援すべきポイントをもう定めました。定めた、はい、すごい。それがですね、こちらですね、蘭丸さんがこう舐めるシーンですね。やっぱ舐めるシーンをやっぱ応援しなきゃいけないと思うんですよ。
まあまあまあ、うん、何を言ってんだあそこ多分舐めるシーンが俺肝だなと思ってまして、まあ、神の下でもちろん肝ですけどそれ何を応援するの、はい、あ例えばですねってこと、はい、こう舐めることでこう応援するつまりお客さんもですね蘭丸と一緒に何かを舐めたいんじゃないかって俺は思うんですね、はい、でこうちょっとごめん貴様は何を言ってんだよ舐めることのご提案です、はい、ご提案、はい、でこうやってもうちょっと聞きましょうか、はいまあ、サイリウムを振ったり大声出すのっていうのはなかなかこうハードル高いじゃないですか、はいはい、高いんでこう一緒にこうやって舐める静かに何かをこう舐めることで蘭丸を応援したいそう舐めることで映画にこう参加したいでもなかなかこう映画のスクリーンを舐めることって難しいですよね、うん、そうですねお客さんがつまみ出されてしまいますから、はいはいはい、そこで出てくるのがそれを今のテクノロジーの進化、うん、すごくてですねこういったこう AR 技術これ拡張現実という、はい、そして技術を導入することで映画の画面をね皆さんが一人一人舐めることが可能になるんですよ、はい、もうここにあるみたいな感じってことなるんですねそうです AR 技術というのはこういった例えばこう専用のアプリを例えば開発するんですね例えばこれ仮に神の下アプリというふうに名前を付けます、はい、で観客の皆さんはこうやってこうアプリを起動してアプリのこうカメラを使ってこうアプリ越しにこうスクリーンを見るんですよ、はいはい、これから蘭丸が何かこう舐めるぞというシーンが出てきたら、うん、こうやって一緒にですね蘭丸と一緒にこうスマホの画面を舐めるんですね、うんうん、そうするとその画面にですね、うんこういろいろと成分がこう出てくるみたいなあれがこう疑似体験できるというわけです、はい、でこうみんなで一生懸命舐めれば舐めるほどこう謎が早く解けて事件が早く解決できるみたいなそういう、 こうマルチタスクストーリーみたいなものにもこう最終的に進化できるんじゃないかというふうにこう思っております。割と、うん、例えばですよ。でもそんな舐めるシーンっていうのは映画の中でそんな何箇所もないです、ね、あるわけじゃないですよね。見せ場なんで、はいはい、でそういった以外の場面でも使えます。例えばですねこう佐藤二朗さん映りますよねスクリーンに、はあはあ、それ佐藤二朗さんをスクリーンを通してこう携帯のアプリを通してこう見る、はあ、で佐藤二朗さんを舐めるとですね僕を舐める、ね、舐めると、はい、例えばこういったこう出演情報がいろいろこう出てくるとかでこういったこう、まあ、メインキャスト以外のね、うん、例えばメインキャスト以外のこう代表格当然渡辺哲さんも出てらっしゃるんですよ、ねはい、で渡辺哲さんなんか舐めるとこう渡辺哲さんの息子がプロレスやってるんですけどその試合日程なんかもこう見えると本当にこう役に立つ、はい、ちなみにアントニオ・ホンダっていうんですけど同じ団体でやってるんですけどあそうですか、といったような感じで割とこうアプリを使うことであのアプリを使えばみんなでこうワーワー言わなくても、うん楽しめますし、うん、こういったこう AR 技術搭載のアプリを開発することでですね文字通り皆さんがこう神の下の持ち主となってその作品自体をより味わい深く楽しめることができるんじゃないかというようなご提案でございました。ご清聴ありがとうございました。いやちょっとどうですか向井さん。意外と最初もう突っ込みどころがいっぱいあるかなと思いましたけど、どうしようもないプレゼンだと思ったらこれでもどうですか非常に可能性を感じております。あら、はい、アプリで、はい、すぐ作れるもんなんですか。すぐ作れるはずですよね。はい、この企画にかける予算があれば本当すぐアプリ開発できるんじゃないかなって思います。お金かかるんですね。はい、そうか。今多分潤沢な宣伝資金があるんですよね。はい大丈夫か、はい、僕ここで入って大丈夫か。おいこれはでも僕一つ気になったのはですね、まあ、舐めて、はい、それでみんなが舐めれば舐めるほど事件が早く解決するっていう文言がちょっと気になったんですけど一番大きな矛盾に気がついてしまいました ましたね。もうすでに作品はできてるんですけど、はい、そうなんです。できればやっぱその映画のスクリーンに影響を及ぼせればあ本来一番映画のそれは双方向だ。双方向なんです。本当に双方向は完成するんですが映画のスクリーンに影響出ちゃうと困りますね。そうですね。でもそれがいいって言うんでしょ。でもまあなくても楽しいんじゃないかなと思う。ペロペロ舐めれば画面も綺麗になりますし、綺麗になるかね。綺麗になるかね。舐めれば綺麗になると思います。なるかね。はい、どうですか。一度宣伝部と検討させてもらえたらと思います。前向きに。はい、ああ。